3年前私がここでこうやって山を登ってるかなって全然想像はしてなかったですけどね。この景色はね、ただ香港にいるっていうのはね想像してましたね。まあだから想像通りでは来てるんですけど、ちょっと甘いんですよね全てが。まあ基本的に全部想像通りです。メガネ屋やるっていうのもそうだし、まあ全然メガネ屋じゃないですからね。ただメガネ屋が好きで、メガネ屋じゃないの、まあメガネ屋も好きだったんですけど、メガネが好きで始めた。まあ普通メガネ屋ね好きで始めないですよ。まあだからそういうところで言うとねちょっと変わってますよね。まあただ今メガネ屋で元気なのって、まあジンズさん、もともとメガネ屋じゃないですからね。あとは最近だとオーマイグラシーズさん、まあメガネ屋じゃないですよね。まああちらはちょっとねビジネスライクなところがあるんで、まあちょっと違うかもしれないですけど、まあ、ジンズさんもそうなのかな。あとは、好きで始めていたスラックザーデさん、スラックザーデさんはね本当、まあ、超尊敬ですね。まあオーマイグラシーズさんとかもちろん尊敬してるんですけど、ジンズさんはねうちよりも前なんでね、オーマイグラシーズさんとスラックザーデさんはもうほぼうちと同時期なんで、ていうかオーマイグラシーズさんはうちより後ですからね。しかも若い MBA ですよ。まあねいろんなもん意味で刺激をいただいて、まあ参考にするんだけど比較しないっていうところ、それでいきたいと思ってるんですけど。